今日こそ勝ったと思ったのに、なんでいつもいつもあなたが一番なのよ。ずるいわ。部室、ランジュが一番に来てみんなを出迎えたいのに、いつもあなたの方が先に来てるんだもの。ホームルームが終わったら全速力で部室に向かってるはずなのに、どうして勝てないのかしら。わかった、あなた部室に住んでいるのね。それなら全てに説明がつくわ。ずるい、ランジュも部室に住みたい。でも歩があなたと同じ団地に住んでるって言ってたような。まさかテレポート？何よそれ、すごくエキサイティング。ランジュにもやり方を教えなさい。じゃあ何、どんなトリックでこのランジュを出し抜いてるっていうの？呼び止められたら、あ、そういえばここに来る途中、ランジュのファンと握手や写真撮影をしたわ。悔しい、勝利のチャンスをみすみす逃すなんて。これからは誰に呼び止められても絶対止まらな、 いえそれはダメよ。ファンを無視するわけにはいかないわ。別の方法を考えなくちゃ。何笑ってるのよ。ランジュはまだあなたのことがよくわからないわ。偶然の勝利を何度も引き寄せる力だって。それこそズルじゃない。でもそうするしかないのかしら。あ、してないわ。いいの？教えてくれるの？貸して、ランジュがやってあげる。ランジュの連絡先を登録できること、光栄に思いなさい。なーにをしてるんですか、ショーランジュ。かすみ、フルネームで呼ばれるのはいつぶりかしら。先輩呼びもいいけど、たまには前の呼び方されるのもいいわね。そんなもんどうでもいいんですよ。かすみんの先輩に何してるんですか。変なことしたら激似がコッペパンお見舞いしてやりますからね。ランジュのために。嬉しいわ、かすみ大好きよ。うわ、話してください。なんでこの流れで喜ぶんですか。うるさいな、いちいち吠えないと気が済まないわけ。うん、いい加減あの子犬ちゃんのこときちんとしつけてよ。こんな廊下のど真ん中でキャンキャン泣かれちゃたまんないからさ。吠えてないし子犬じゃない。あらあら、ずいぶんにぎやかね。聞いて、かすみがランジュのためにパンを作ってくれるのよ。パン？まさかこの前言ってた激辛コッペパンじゃないよね。ハバネロと豆板醤を大量に練り込んだ悪魔のコッペパン。激辛コッペパン、怖い。リナちゃんボードブルブル。惜しいね、辛いんじゃなくて苦いらしいよ。苦いコッペパンって何？何が入ってんの？苦い食べ物ならピーマンとかゴーヤかな。ゴーヤ？私まだ食べたことないな。そんなに苦いの？苦いけど下ごしらえをちゃんとすれば美味しいよ。今度ゴーヤ料理作ってあげる。ミョウガとか山菜にも苦いものがあると聞きますね。ヘルシーなコッペパンになりそうです。
ンジュ先輩、いい加減話してくださいよ。苦しいです。せつな先輩、助けてください。コッペパン作ってあげますから。どうしましょう。迷いますね。なんで迷うんですか。ランジュ、かすみさんを話してあげてください。そうそう、早く部室に入ろうよ。このままここで騒いでたら他の生徒たちにも迷惑だろ。言われるまでもないわ。みんな、今日もランジュと一緒に高みを目指すのよ。